んにちは、ゆめこです。さっきーです。今回、100均で手作り授業グッズを作ってみたということで、前回は算数の授業で活躍する手作り二重マスそろばんを作ってみましたが、さっきー、今回は何を作るんですか？はい。本日作成するのは、フォレスタネットにご投稿いただいている収納テク、100円均一でできるキーボード収納術です。デスクの上でディスプレイとキーボードを使って仕事をしている先生の皆さんから、職員室のデスクでノートチェックをするとき、キーボードが邪魔だな、今この瞬間だけキーボードがなくなればデスクを広々と使って快適にテストをタイピングできるのに、そんなお悩みをよく聞きます。今回はそんな先生方のお悩みを100均で手に入るたった2つのアイテムで解決してしまうというキーボードの収納棚を作っていきたいと思います。ありがとうございます。それでは早速作ってみましょう。はい、今回使うものは畳2種類です。1つ目がこちら、発泡スチロールのレンガです。こちらを2個使います。もう1つがこちら、テスト収納棚で使用しました 30cm×45cm の MDF ボード、それから同じサイズのベニヤ板2種類用意しました。もちろんどちらも100均で購入可能です。総額なんと300円です。安い材料はすぐに揃えられそうですね。はい、それでは早速作っていきたいと思います。こちらのブロックと板を組み合わせていきます。このようにこの字型に乗せたら、ガムテープで固定していきます。完成です。早い。はい、ということで私の方はディスプレイ設置してみました。私はノートパソコンを置いてみました。今それキーボードの中にしまってある状態ですか？そうです。この台の下にキーボードあるので、これ出していただいて、お仕事される時はこんな風に使っていただいて、ノートチェックだったりとか採点していただく時はここにしまっていただくっていうのが簡単にできます。使いやすくていいですね。今だとあれですよね、タブレットを持ってらっしゃる先生も多いですよね。そういう時も広々と使えて良さそうですね。そうですね。タブレットで授業でやったことを開いて置きながら、職員になるノートパソコンでまた入力してっていう画面2つ使って作業もできますし、あとは使わない時こう下に置いていただいて、こっちの上にチェックし終わったものをどんどん置いていくとかっていう風にスペースも有効活用できそうです。すごいジャストサイズです。あ、本当だもしかしたらパソコンの大きめの先生の場合は、少し幅が広めの板を用意した方がいいかもしれませんね。このチャンネルでは先生方の授業準備に役立つ動画を毎日配信しています。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。